おはようございます。11月24日ですね。気温が 13.4 度、湿度52%、室温が 22.7 度で、湿度25%ですね。もう完全に、冬に突入した感じがしていいですね。はい。今日は小さな初恋です。今日の質問ですね。ブレンドを作るときって、季節とかのイメージ先行、それとも豆先行。こんなもん100%豆先行ですよね。はい。豆先行という言い方はおかしいですけど、当然、ブレンドを作るっちゅうのは、ブレンドを作る、理由が、大体存在するわけですよ。例えば、クリスマスブレンドを作ろう。やっぱり新しいブレンドを 作るっちゅうことは結構あれですからね。コーヒー屋的には売るものを用意できるわけだから、これはいいことですよね。はい、マジックを忘れてきましたね。イメージ先行とか、豆が先行とかいうことで言うと、基本はやっぱ豆先行ですよね。イメージに合わせて豆をこう用意するとかいうことは、まずなくて、ほとんどは豆の方が大体ある程度、用意されてたりなんかするんで、豆先行にはなりますよね。昔何もない状態からスタートする場合はそういうわけではない時があるんですね。つまり、30何年前に、フレーバーコーヒーという、コーヒー屋を始めた時に、ブレンド専門だったんですね。単品では販売してなかったんですよ。フレーバーというのは。なんでかっていうと、宅配専門でやってたんで、5種類ぐらいの、ブレンドだけを扱ってる、コーヒー屋だったんですね。だから、当然、コーヒーのブレンドは先にあって、そのブレンドの名前を、いろいろとああでもないこうでもない、やってたんですね。だから、その時だけはどちらかというと、ブレンドを作った後にイメージ、つまり、名前の方を一生懸命考えたって感じでしたね。だからその当時は1000ぐらいの、候補の名前を、用意しておいて、コーヒーを飲みながら、どれが一番、適切かっちゅうのを、選んでいったのが、ここで、あるホットな小休止とか天使の休息とか、あの手の、一番最初からある、ブレンドの名前となっとるわけですよね。それに対して今時はもう簡単に言うとそういう必死さではないので、
例えば優しいピエロであったりとか、まあそういうのに関しては結構あれなんですね。ブレンドを作った時に、まあついでに、名前をこうしよう、ああしようってっていう風な感じで、結構、気楽にできてる。つまり、昔の必死さと比べると結構、気楽な感じで、ブレンド名はできてますよね。で、季節とかのイメージ、ブレンド作るときって季節とかのイメージが先行っていうか、これはクリスマスブレンドみたいな季節ですよね。この場合はもうクリスマスブレンドという言葉が、存在してから、ブレンドを作っていくんで、この場合はあれですよね。季節からのっていうことになるんですけど、その時にどういうふうにっていうふうな部分があると思うんですね。まずは、コーヒーを真面目に入れましょう。今の、蒸らしのお湯の差し方は基本的にはあれなんですね。最初の部分は太めのお湯を使って、下まで貫通させて、ある程度の量までは、太いお湯を使い、その後急に細いお湯で、蒸らしに入る。やり方ですね。太いお湯で、最初貫通させます。で、下にきっちり落ちて、まだこの段階で、周りにかけてる段階でまだ太いお湯なんですね。それも濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分よりもちょっと外側にかける感じです。で、その後最後の方では、細いお湯で、周りにかけていきます。58秒。259.1。はい、3分間の蒸らしに入りますね。これで忘れんように、ここに計量カップを置いていきましょう。クリスマスブレンドを、まあ、やると、作るとすると、まあ、クリスマスの場合は、まあ、もう完全にシチュエーションが決まってますよね。シチュエーションが決まってるっていうことは、基本的にはクリスマスって言ったらクリスマスケーキがあるわけだし、そのクリスマスケーキに合うようなコーヒーを作っていかなければならないわけですよね。そうすると、どちらかというとクリスマスケーキっていうと、どちらかというとクリームが乗ってる、タイプのケーキだし、やっぱりこうボリュームがある感じするわけですよ。まあ普通の、いちごのショートみたいな、こうさっぱり系のケーキであるのならば、どちらかというと、そんなに極端に、苦味を強くする必要もないでしょうけど、まあやはり、ケーキっていうとやっぱショートケーキと違って大きな、ホールであって、それをこう、切って、まあ、食べるわけだから、やっぱりある程度のボリュームになるであろうことを予想すると、コーヒーとしては、まあ、
淡白なコーヒーではなく、苦味の持っている濃厚なタイプのコーヒーになるんじゃないのかなとか、そういうイメージを持って、どちらかというと、ブレンドを作っていく感じになりますよね。クリスマスとなるとやっぱそんな感じになるんじゃないでしょうかね。あとどうしても食べ物自体がまあ別段あのケンタッキーフライドチキンを食べるかどうかはまあ分かんないですけど、まあなんか鶏を食べるみたいな、まあ肉とかなんかを食べそうな雰囲気はありますよね、クリスマス中と。あとそういう風な状態でコーヒーを考えるとなるとやっぱり、そういうものに、つまり、ある意味ベトベトした油に負けないっていうか、もうそれをこう洗い流せるような感じとなるとやっぱり苦味の方がやっぱり相性いいんですよね。あの和食みたいなもの、魚料理であったりとか和食みたいな素材を、どうこうというようなものだったらどちらかというと、口、なんつうんですかね、素材の味を邪魔しないようなさっぱりした感じのコーヒーがいいと考えますけど、それに対して、どちらかというとあれですからね、あのこってり系の、食べ物になる可能性がクリスマスの場合はあるんでね、あのそうなるとそれに負けないような味ってなるとやっぱり苦味のあるコーヒーになってくんじゃないのかなというのが大体予想ですよね。特に、クリスマスになるとピザ屋さんがすごい忙しいっぽいですからね。だからクリスマスに ピザっていう可能性も非常に高いので、うん、そういう点では、どうしても苦味系のコーヒーを、クリスマスブレンドでは作ることが多いという感じですね。ですからフレーバーのクリスマスブレンドもそうだし、玉木のクリスマスブレンドもそうですけど、深入りの使い方をやっぱり気を使いましたよね。この蒸らしというのね、まあ、あの前半を太いお湯を使い後半細いお湯を使うっていうのは、何を、意図してるかっていうと、蒸らしで使うお湯の量はどちらかっていうと、少なめで、コーヒーの粉を湿らせる方法としては、つまりワープを起こさせない、方法としてはこの方法はありかなと思って今その研究をやってるんですね。ずっと太いお湯だけを使って、蒸らすっていうやり方っていうのはどうしても、お湯の量が多くなりすぎる傾向があるんですね。つまり多くなりすぎるんで、それだとちょっと困ると、それだとちょっと困るので、どうするかというと、結局多くなりすぎない、つまり、太いお湯っていうのは舌に、貫通する力はどちらかっていうと細いお湯よりも強いんですね。まあ、あの重いですから、強いわけですよ。それで、舌に、貫通する力が強いということは、その分だけ横に広がろうとする力が、相対的に弱くなるんですよ。だから舌に貫通させるばっかりに持ってくると、横の方に広がれないんで、結構、だんだん横に広げていった時にワープを起こしやすいですよね。だからワープを起こさせないためには横に広がる力の、ある程度強さを、
途中から使った方がよかろうというのが今僕の、蒸らしに関する考え方になってるんですね。だから、ある程度のとこまでは太いお湯で貫通力で、コーヒーの粉を湿らせていって、途中なんかコーヒーの層が当然薄くなるんで、薄くなるっていうことは外側の方に行った時にはコーヒーの層は基本薄いんで、その部分を出す方法、その部分で貫通力を持たせることよりも、そこは横に広がろうとする力を使った方がよかろうと。それで横に広がろうとする力は貫通力の弱い細いお湯の方が起こせるということで、途中から貫通力の弱くて横へ広がろうとする力の強いお湯のかけ方に変えるっちゅう、今は蒸らしのお湯の差し方を今研究してるんですね。今のところ僕の中では結構いい線ついてるかなというふうには思ってます。昔は細いお湯で、できる限り、丁寧にお湯を差すということを、続けてきたんですけど、そこから開帳方式という、どちらかというと太いお湯を使って、下に落ちる量、つまり蒸らしでちょっと多めにお湯を使ってでも、とにかく、湿らせることが大事なんだという方針に、切り替えたんですけど、そこ と、昔からのどちらかというと細いお湯を使うのの、まあ、ある意味ハイブリッドな、蒸らし方法というのを今は研究している感じですかね。小さな初恋、キリマンベースのブレンドとなっております。実は言うと、1周年っていうのが本当は25日だから明日が1周年ぐらいなんですよね。このコーヒープロがスタートして、明日が多分1周年だと思うんですね。まあなんだかんだで、はい、1年バタバタして1年が過ぎたって感じですかね。今1周年企画としてはですね、今度の28日から1周年ブレンドというのをまあ販売するんですけど、まあこれはまあはっきり言えばお遊びですよね。コーヒー遊戯と玉木とフレーバーの豆を使ってのブレンドっていうのは、まあ、完全にお遊びでやるものですけども、コーヒープロ TV で、実際にブレンドを、その時に作るという、まあ、感じですよね。まあ、昔からフレーバーでも、ブレンドを、公開の状態で作るっていうのは結構やったこともありますけども、まあある程度、まあ、ブレンドっていうのは常識っていうのがあるんで、その常識を利用してまあ大体ブレンド作っていくことが、まあ、僕の場合は多いんですけど、ただまあ今回の玉木と喜山人さんと、フレーバーとなると、ちょっとあんまりそこの常識があんまり使えないなというのは思ってるんで、まあどんな感じになるのかちょっと面白そうですよね。どんなコーヒーができるか結構面白いということと、もう一つはあれですよね、1周年ということで、あれなんですね、喜山人さんや、まあ、玉木のコーヒーが入ったらもう生が高いわけですから、
本来で言えばあれですよね、2000円クラスのコーヒーですよね。もうちょっと高いかなという気がしますけど、200グラム2000円以上のコーヒーとなるわけですけども、それを 50% オフで販売と、まあそんな感じで、やろうというふうになっております。であと、そのもう ほとんどあれですから、まあ、赤字覚悟でやるわけですから、ちょっとぐらい宣伝に、皆さん貢献してよというので、ダブルチャンスとしてですね、まあ、あのコーヒーを、まあ5名にあげるんですけど、玉木とフレーバーと喜三人さんの豆の、詰め合わせを5名にあげるんですけど、300g 5名にあげるんですけど、その、応募方法がですね、その1周年記念のブレンドを、写真に撮って、ハッシュタグでSNS に載せてもらうっていうのが条件なんですよ。まあ、簡単に言うと、そうやってちょっとでも宣伝してくださいよ。コーヒープロはまだまだあれですからね、1年のよちよちなんで、もうちょっと知名度を上げなきゃいかんということで、ちょっと宣伝に、協力してくださいね。その代わり 50% オフで売るのでお願いしますねみたいなノリですかね。よければですね、ちょっと協力してやろうというふうな、気持ちがある人はですね、協力してください。あとは、飲み蔵醤油というのも、やります。やりますというか、まあ、正確には喜三人さんと、松屋さんの、豆のセットなんですけど、まあトレジャーアイランドと、ソレジャーアイランドという、まあ、2種類の、まあ、コーヒーのセットなんですけどね、まあ喜三人さん曰く、松屋さんで一番おいしいブレンドであるというふうに言ってたトレジャーアイランド、それに対抗した喜三人さんがソレジャーアイランドという、セットですね。これも今度の28日から販売となりますかね。あとはあれですね、冬ギフトがもう終わっちゃいましてですね、冬ギフトが終わっちゃったんで、その代わりといっちゃなんですけど、フレーバーの、ギフトを作りました。モカから、パナマまで、すべて 100g ずつの8個の、セットです。これはもう単純に 100g ずつ単品、中入りの単品を8個セットにした詰め合わせですね。これなんかを、よければですね、ギフトとして販売いたしますので、よければ、注文いただきたいなと思います。とりあえずあとは土曜のコーヒー教室12月14日またやりますので、第2火曜日ですね、よければですね申し込んでいただきたいと思います。とりあえず今日はここまでにします。